北海道代表が優勝するっていうことを実現させていきたいと思ってますんで、はい。元 J リーガーのどさんこ深川智孝さん、コンサドーレ札幌の若手を育てている深川さんは、初めて障害がある選手たちの指導を始めました。聞こえなくても輝く栄光をつかめ、深川さんの熱き挑戦に密着、 D アンビシャス。この番組は共に輝く明日のためにライトアップユアフューチャー、北海道電力、JR 北海道、太陽グループの提供でお送りします。J リーグコンサドーレ札幌の練習グラウンド、国内最高水準の人工芝を敷き詰めた道内屈指の環境で、未来の J リーガーが育まれています。コンサドーレ札幌で18歳以下のユースチームのコーチを務める深川智孝さん、指導者になって丸7年です。今年の夏、深川さんは新しい挑戦を始めました。決して恵まれた環境とは言えないグラウンドでゴールを目指すサッカー選手たち。クマちゃん、クマちゃん。見る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 。実は選手全員に聴覚の障害がありました。どこでもいいよ。指導者としての幅を広げたかった深川さん。北海道ろう者サッカー協会からの依頼もあって、この夏から北海道代表チームのコーチを引き受けていたのです。ポジションはディフェンスバックです。この日は10月の全国大会に向けて初めての合宿。道内全国から25人のどさんこ選手が集まりました。おはようございます。僕の名前は熊谷と言います。僕の名前は松本です。茨城にいます。改めましておはようございます。北海道代表として健聴者も聾話者も僕は違いがないと思います。そういった意味では皆さんにもしっかりと夢を与えられる北海道聾話者代表の選手としてプレーしてもらいたいと思います。北海道チームは5年前に準優勝したものの、それ以外は目立った成績がありません。深川さんはあくまでも勝つことにこだわります。ヒロ君とアイコンタクトね。ああ落とし出す。ヒロ君落としたら次どこ見る。そう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 、次のとこね。次のところ落として、コミュニケーション取ってな。コミュニケーション。新しい指導者への厳しい現実、選手たちと意思疎通の難しさ、声が届かない分ワンテンポツーテンポ遅れてしまいます。わあ、シュートちゃんと打たないと。伝えることの難しさを痛感した深川さん、たとえ聞こえていなくても大きな声を出し、一つ一つの指導に時間をかけるしかありませんでした。これが自分たちで、自分がみんなも選手たちとのコミュニケーションを深めたい、深川さんの地道な努力が始まりました。相手を支えていくとか応援するとか、だけど、もうね、よろしくお願いします。すごい、分かんなくなっちゃうでしょ。分かんなくなってきた。右がどっち、左がどっちやばい。サッカー2本なんだよね。うん、これ足になるから、うん、これでボールで蹴るでサッカーとか、うん、あと、まあ、サッカーってやる人もいるんだけど、うん、まあ、サッカーでいいと思う。サッカーサッカー、タカなのこれで。これ、うん、タカ。タカ。カ。カ。うん、そう。タカ。タカは、トモ。トモ。タ。タ。親指。親指を間から出す。名前は、フカ。
がわ、とも、た、か。バッチです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、応援、よろしくお願いします。あ、素晴らしい。うわー、できたー、やったー。なおちゃん、どうもありがとう。うまい、うまい。教え方、伝え方、うまい。ありがとうございます。北海道室蘭市出身の深川さんはサッカーが大好きな少年。全国でも強豪校といわれる室蘭大谷高校に進学します。大会12得点の得点王。大学卒業後念願だった J リーガーとなり、コンサドーレ札幌でも活躍してきました。プロの厳しさを経験した7年前に選手生活を引退。次の世代にサッカーの楽しさを伝えるため指導者としての道を選びました。これがどういうことだ。深川さんはサッカーの楽しさを伝える活動にも積極的です。高瀬豊さんにスタジオに来ていただきました。高瀬さん、それは一つ上にもうすでに行ったんで、これは本当に老者を指導する深川さんは自らの課題にも答えます。みんな応援したいっていう気持ちで、あのサッカーの場合は心優しい人間が結果的にはいい選手になりますか。やっぱりそのローのサッカーもそうだし、まあ、健常者のサッカーもそうだけれども、はい、何が大事かって言ったら、やっぱりその素直さとか優しさっていうのがなければうまくはならない、はい、僕らがやってる手話とかでもしっかりと伝えるためには、はい、やっぱりその聞いてくれる人が素直になってくれないと、はい、もう一切遮断されてしまうんで、はい、そういった部分では本当にコミュニケーションって難しいかもしれないけど、そういう優しさとかそういうものを持ってる選手が、素直さとか持ってる選手はうまくなってるよ。力になりますんで、ぜひ応援の方よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい。おかえり。こんにちは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 。この間もお世話になったわね。私の名前は深川優奈。よろしくお願いします。できたよ、かった。うまい。優奈うまい。うまい。ご挨拶ですね。声は確かに伝えて。あ、すごい。手話。え、どれ。手話犬のイラストだもん。本当だ。俺はびっくりだわ。すごい考えるね。でも手話ってさ、結構あれだよね。本当に。覚えて。行ったらどんどん楽しくなってくるよね。こうやって絵に描いたりもできるしさ。うん。ね。でも意外と難しかったよ。うん。コンサドーレ。コンサドーレ。さ、札幌。C。C。C を2回こういう風に動かして、札幌って5番の目っていうことらしくて、札幌2回。ロアシャ。うん。緊張。うん、シャ。つながってます。だから応援よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。覚えた？よろしくお願いします。